急にびっくりした気を抜いてるとまた君を脅かしに行くからね。どんなに抵抗しても無駄かな。もう逃がさないよ。さあハロウィーンの始まりだ。わいはマント踏んづけでまった。ビルさんに見られたらドタバタ見苦しいって怒られる。学園に飾られたカボチャ細工の一部は僕が作ったんだ。了承やゴーストを掘ってみたよ。探してみてね。ねえ、メインストリートの装飾見た？どこを見てもきらびやかで眩いし、こんなに賑やかなハロウィーンは初めてかな。地元のお祭りはもっとこじんまりした感じだから。僕の故郷のハロウィーン、派手さはないけど、ご飯の美味しさは保証するよ。みんなにも、いつか来てほしいな。さっきリドルさんと、ハロウィーンに用意するお菓子の話題で、盛り上がっちゃった。甘いものって、いいよね。リュース君とジャック君は、同じ一年なのに脅かしに迫力があっていいな。僕も練習あるのみ、かな。恐怖に震えろ。いまいち迫力ないかな。あ、口の周りにケチャップを塗るのはどう？え、お菓子？ごめん、配り終えちゃった。後でリンゴを剥いてあげるから、いたずらは勘弁してね。